今回は先日ツイッターで募集した質問コーナーの内容について一つずつ全部に対して回答していこうかと思います <music> まずは一つ目「今一番欲しいものは何?」「世の中金」「金がすべて金」だから金ください」「好きな a v 女優を教えてください」 前も言ったと思うんですが、私はサンプルマスターですので、基本的に、ラントという行為を今まで人生でおそらく一度もしたことがないです。これはマジ。なので、正直女優さんの名前とかも全くわからないですね。ただ、あの、以前、えー、報道された某方のやつは比較的良かったかなと思います。 今、大学生体で0 6号を主に使っているのですが、ビルドにすごく悩んでいます。ラクメさんは06でどういうビルドで戦いますでしょうか参考までに教えてください。選びません。 さすがにこれだと質問コーナーとしてよろしくないのでちょっと真面目に回答するとまあ一上げの一発重視まあ直近で上げているサポート06ロロの動画のものかはたまた二上げの通常攻撃主体のものかで戦うかとは思いますがやはり動画内でも紹介した通りかなりきついと思いますのでまば、あの道を進んでいるっていうのは分かった上で頑張ってみてください全てのレーンのキャラクターを1体ずつでも使えるようにした方がいいですか まあこれに関してはやはりソロプレイだとどこに何がいつ来るか分かりませんのでやはり最低限各キャラ、まあ、各キャラというか各ロール1キャラグずつはある程度使えるようにした方がいいと思いますが、まあ、3パとか複数でやるんであれば、まあ、そもそもパーティー内でロールって調整聞きますので、まあ、パーティープレイしかしなければ別に。 使えななくてもいいのかなとは思いますただまあやはりある程度キャラクター使っておかないとそのキャラクターやられて嫌なこととかはたまたそのキャラクターの対策って使ってみないと分かんないことが結構多いのでまあ個人的にはやはり全部のキャラクターをうまく使えるとかは別にしてある程度触っておいた方がいいのかなとまあうまくなりたいんだったら個人的には思います一番可愛いと思うキャラは何ですか うん、これもまた前どっかで動画内で言ったと思うけど実際問題おじさんだからもう正直ね可愛いとかあんまわかんないんだよねまあ,あ例えばそのね某48みたいなのを見てもみんな同じ顔に見えちゃうみたいな <laughs> そういう次元だからさ本当にわからんのよねまあただもうバは個人的にありかな郊外寺は新速ローラーかスケボーの靴どっちがいいと思いますか対面は MM です まあそ,そもそもの話、新速ローラーを履くんであれば副、応援団の副団長はスケボーにしとかないとまずいよね。っていうところから来ると、まあ、必然的にどっちを組むかって最初から決めとかんと多分ダメだと思うの。まあ、ただ、対面が MM であれば別に普通にスケボー履いといてもいいんじゃないかな。新速って結構ローミングというか、動き回る。まあ、今の話でいけばトップレーンのほが意地だから、動き回ってて、 っていうようよなプレイができるんであれば新速がもちろんいいと思うし比較的レーンでイモイモするんだったらえっとスケボーなのかなとは思うけれどもまあそれ敵の構成もやっぱりあるし味方の構成もあるから一概には言えないけどまあどっちかっていうとトップレーンでアサポで仲間にいてほしくないいてほしいキャラクターは ま、いてほしくない。まあ、その、主に全員のその、熟練度というか、まあ、プレイヤースキルが彼に一緒だと仮定した場合、まあ、やっぱり圧倒的にいてほしくないのは式だよね。まあ、ウルトが完全に死にスキルになってるから、その、ボイチャして連携できるんであれば式のウルトとても強いけど、野良でやると、本当に訳のわからんとこ飛ばされるし、訳のわからんとこ連れてかれちゃうから、ちょっとこっちがやってからとしても結構迷惑的なことが多い気がするから、式はあんまり嫌だね。 いて欲しいいサポートうーんいやーまあ敵によるからまあ何とも言えないけどまあ度安定なとこで行くんであればやっぱ水地トラキこの辺は安定だね悪目攻略さんという呼ばれ方について何か一つ一言まあこれ考えた人は AV 見すぎちゃうかねっていうぐらいこれはなんて読むの正直すすばるすばるび ひらめきわかんないけど <laughs>、についてどう思いますかって、ごめんね、結構ググったけど読み方わからんかった。味方がトロールするときどうすればいいですかね。あと明らかに自分が足引っ張ってるときもどうすればいいのかわからなくなる。味方がトロール、まあ、何をもってトロールと、本当のトロールっていう意味では、あと意図的に、例えばその敵のタワーに突っ込みまくるとか、はたまた自分がジャングルしてて味方のね、サポートが延々とバフを取り散っていくとか、 そういうレベルのトロールだったらもう正直諦めるしかないけど、多分みんなが言うトロールって下手くそなやつをトロールって言ってる気もしなくもないんだよね。だからそのトロールの定義がまずあれだけど、まあ、今言ってガチなトロールが来た場合は多分一緒になってタワーダイブすれば早く試合終わるんじゃないかな。 とえー、と自分が足を引っ張ってるときはどうするっていう自覚があるんであれば、やっぱ足を引っ張らないようにするっていうことが大事だと思うけど、足を引っ張ってるってどういう意味を指してるのか、例えばお金が稼げないのか、はたまたレベルがみんなより低いのか、それともめちゃめちゃ死ぬのか、これどれにかによってだいぶ内容は違ってくるけど、まあ、金稼げない系の人はやっぱり、ちゃんとレーンでファームできてないか、あとは空いてるジャングル食べてないか、 あとは宝箱だがその辺を意識してないとか、まあ、その辺が大きくあるっていうところと、まあ、お金も同様レベルはこの辺だよね。で、死にまくるっていうのはま、正直フラッシュない時に調子こいちゃダメね。もう特にミッドレーナーって上と下上下の茂みからやられちゃうから、ま、あ本当に死にまくるやつはとりあえず自分のフラッシュない時はチキチキプレイでタワー下におれば、そうそうそんなめちゃめちゃ死ぬことはないと思うっていうぐらいかな。頑張って。I love you。ありがとう。おじいちゃんチキ。 ありがとう。いつも動画拝見して参考にしています。ペヤング派ですか ?UFO 派です。急千歳にとても可能性を感じるんですが、いかがお考えでしょうか割かし強いと思うね。まあ、有効より、まあ、タワーダイブ、レベル1とか2の時はタレット使えばお手軽にできるけれども、まあ、ウルトがちょっとタレットとのシナジーを 考えないといけないいいとけからまあまあそこは使い勝手が難しいけれどもまあお手軽にキルは取れるキャラクターだっていうのは間違いないおじさま何歳ででですすすかかか<歳>うどん派ですか派そばいやそばアレルギーもないしどっちも食べることができるけどまああんまり一人暮らしだしね夏はそばやるかなちなみに余談だけどホーチミンの一句行くとあの丸亀製麺があるから日本食で困ったら丸亀製麺食べればいいと思う日本にないようなメニューもいっぱいある。 ルリトを積むべきキャラとハリセンを積むべきキャラって大体どのあたりで判断してますかまあ、そもそもルリトとハリセンって全く大きく違いがあると思うけどもハリセンであればやはりアタックスピードを重視なキャラクターがハリセン ルリトはどっちかっていうとトップファイターが積むような感じだとは思うけどまあ全然装備のあれが違うから何とも言えないけど、まあ、マークスマンはハリセンファイターはルリトまあ一部例外もあるとは思うけどまあこんな感じでいいと思うトップレーナーの動き方よるタイミング 金の稼ぎ方が分かりませんトップだあ貯金箱からついていくとまあ最初今だとボットレーンの相手の青バフトレードに行くところからが流行りだからまあそういう観点でいけば敵って内側の青バフグのジャングル食べてっちゃうからそこで貯金箱を仮に買ったとしても25円と経験値得る先がないっていうのが一番大きなところだよねだ逆に言えば味方が相手の赤バフスタートとか自分の青バフスタートするんだったらトップレーナーでも全然貯金箱は買うのはありだと 思うただしかしまあしっかりとマップ見れてジャングルのリッシュ手伝いに行けるんであれば場外アイテムで25ジャングルで1周で75で100でしょで貯金箱を買った金で貯金箱売る額も考慮すれば全然元は取れるっちゃ取れるから別にトップレーナーが貯金箱買っちゃダメってわけではないじゃないであとは動き方よるタイミングお金,、まあ、お金の稼ぎ方お金の稼ぎ方はひたすらファームしてればトップ側のジャングルのまあ自分に近いレーン側の上の塗り壁くん 相手側のレンジのキャラクター、相手ジャングルのトップ側のジャングル。あとは除外アイテム、宝箱を食べてれば別にお金差は出てこないかなとは思うね。寄るタイミングに関してはもう本当に選んでるキャラクターにも寄るから何とも言えないけど。一つ言えるのは対面が消えたら何かしないとはまずいね、確実に。対面がマークスマンいなくなったんであれば、 まあ、うちのジャングル取ってるか、相手のジャングル食ってるかっていうのも含めて、それのチェックはするか、はたまた、まあ、ミッドにお散歩しに行くか、またまた遠征でボットに行くか、はたまた帰るかっていうようなアクションはしないと、まあ、いないってことは相手何かしてるわけだから、自分も何かしないと、ね、それは損になっちゃうっていうのはあるとは思うけど、まあ、慣れだね。 物理が痛い時って何積むんですか魔法は暴徳ってのはわかるんですが、光竜類だと HP 漏れないし、ヒーターは一部キャラ意味あるって話になるし、巻きびしはエース早いやついないと腐るし、で万能みたいなのが分かりません。まわ、あ、りかし巻きびし積んきは失敗しないことはないと思うんだよね。エース でまあ、確かに敵アタック関係ないスキルファイターが多かったらちょっとあれかもしれんけどどのキャラクターも必ず AS 通常攻撃でアタックしてくるからそれが40%遅くなるってだけでも序盤はわりかし通常一発がでかいからそういったところで中国勢ってまっ厳しなるはえで作ってくるっていうのだからまっ厳しはありかなと思うね9000歳は MM の中でキャラパー高い方ですかまあ聖優光9000歳の3キャラぐらいで今は MM いいんじゃないかな サヤメインで使ってるんですが、巷ではサヤ使いはトロールと言われることもあるらしいです。そんなに言われるほど弱いキャラでしょうか個人的にウルトの移動速度低下に火力で結構チームに貢献できると思ってるんですけど。まあ <laughs>、いいんじゃないかなか。勝てれば全然それでもな何でもいいと思うけど。まあ、そもそも。 なんだろうな、鞘を使っててめちゃくちゃ上手いって中国の DK ふんたかみたいな人が鞘めちゃくちゃ上手いんですけど、その人だと鞘一人で2対1とか3対1とかっていういなしてくれるぐらいやれるんだったら鞘でも全然いいと思うけど、そうじゃ長い限り鞘ってやはり球投げる請求力だったりとか、 敵にもそうだし、味方にもそうだし、あげくウルトもちゃんとガンクするときに使ったりとかしないといけないっていうところの、まあ、どれぐらごちょごちょしないといけないし、それによって当然マナっていうところも大変になってくるから、まあ、ただサポートで青バフ拾わせてもらえるわけにもないっていうので、まあ、そこまでの操作技量が求められるにもかかわらずめちゃくちゃ強いかっていうとめちゃくちゃ強くはないし、逆にそれがめちゃくちゃ使えるんだれば他の方がめちゃめちゃ多分もっと強いと思うんだよねっていうところから、まあ、鞘をサポートでピックする、 のは、どうなのってちょっと正直思っちゃうかな。弱くはない。全然弱くはないし、キャラパンも別に低くはない。ただそこまで使いこなせるに至るまでがちょっと茨の道なんじゃないかなって。逆にでもそこまで使いこなせたら、例えばキュービーめちゃくちゃ使いこなしたらめちゃくちゃ強い。もちろんね。でもサヤめちゃくちゃ使いこなしたらめちゃくちゃ強いって言ったら、うーんってならないかな。まあその辺含めて。まあでも好きなキャラ使えばいいと思う。深田え美さんのことを考えてしまったら、 が毎晩大きくなっあのまあこれね若い頃あると思うんだよね授業中男性諸君寝て起きてあれみたいな時こういう時あのおじさんももちろんあったあの完全な必勝法っていうのを教えてあげるとりあえずなった瞬間母ちゃんと父ちゃんの顔を想像してみて病でなえる以上式でトップありだと思う まあ最初の方に答えたと思うけどそもそもスキル3が死にスキルスキル1に関してもレーンでさほど活躍するスキルではなく、まあ、スキル2が主体になってきた際に、まあ、どうかっていうところを考えてみればおのずと答えは出てくると思いますマークスマンの立ち回りってどうしたらいいですか集団戦のよるタイミングなどがわかりません、まあ、そもそもの話私はマークスマンいらないと思っている人,で人だから、まあ、マークスマンはいらない まあ、寄るタイミング。まあ、寄って敵倒せるんだったら寄るかなって感じ。ただ、まあ、対面が消えてたら、やっぱり寄らんとまずいよね。逆に対面が自分といて1対1してる状態で、まあ、集団戦起こってても実際4対4だから、別に極論寄らなくても4対4で同じ数だから別に寄る必要はないかなと思うね。まあ、ただやっぱりマークスマンは初心者向きではないよね。 三蔵 MM まだですかいやー、三蔵はリメイクされたら MM ワンチャンかなとは思うけど、今はないね。あちなみに、あの三蔵 MM を味方がミットでやってる時の動画は確かあったはず、どこかで良ければ公開します。回復阻害剣どう思いますかまあ現状だと使えるキャラがかなり少ないから、まあぶっちゃけいらないよね。まあマークスマンとか一部のファイターぐらいしか積み切れない装備になってるから、まあ必然的にサポート、 かまあ、ミッドレーナーが回復阻害、まあ、妨害装置積むしかない状況だから、まあ、ちょっとここは運営さん考えて、まあ、次のアップデートか分かんないけど、どこかで上級装備が出てくるっていう話もあるから、それに期待したいとこではあるね。現環境、郊外寺をどう思いますかあと、ラクメさんがうまい、えー、思ううまい郊外寺の立ち回り、特徴があれば教えてください。いやまあ、郊外寺に関しては別にサポートトップジャングル ボッまあミッド以外はやれちゃうから、まあ白霊の違うバージョンみたいな感じで、割りかし万能で私は好きだけどね、ビルドもアサシンでもいいしタンクでもいけるって、ビルド幅も強いから、いい、いいキャラだと思うけどね、うまい立ち回り、まあそもそも郊外寺を私うまく使えないから何とも言えないけど、あの郊外時のウルト、あれ、あの、発動からね、発あの敵に着弾するまでのラグがあるから、その辺をしっかりと考慮して、バシバシウルトで序盤からスタック貯めれるっていうプレイヤースキルがあるんだったらやっぱうまいと思うね。 下手なので一緒にプレイして指導してほしいんですけど、可能ですか、まあ、とりあえず、まあ、とにもかくにもど、えー、どちらかだよね、えー。私と同じなのか、はたまた違うのか。まあ、それによって回答は変わってくるけど、まあ違うんであれば DM お待ちしてます。ラクメさんの好きなスキンって何ですか染色なしで。 いやー、まあ、何度も言っとるけど、そんなスキンにどうのこうのないから、直近で買ったのは65職石だったから、9000歳のスキンは買ったね。相手を殴りたいのにミニオンに座れることが多発するんですが、ラクメイさんはどういう操作設定にしていますかまたコツなどはありますかいや、ほぼデフォ設定で頑張ってるから、そんな気にならないというか、そもそも、あの、でっかい通常ボタン連打しとけば、あれ、近場に、えっと、マック 敵のヒーローが、敵がいればそれ通常自動的に攻撃してくれるからそれで事故ることってそんなないと思うよね。そもそもそのさっき言った敵を殴る、えー、タワーを殴る、ミニオンを殴るっていうこの設定すら出してないっていう話だと、まあ、これは出した方がいいかなとは思う。ラクメさんのレーンでの白黒が見てみたいです。 あまあ確かに電話は使ったことはないからねまあどこかノーマルでやる機会があれば動画のネタにしようかなとは思うけど実際もう来月分も含めて取りための動画自体はもう準備できちゃってるからあとは全部編集作業には終われるだけなんだよねまああの来月以降どこかで期待しなくてもいいですけど気長に待っててくださいはじ <laughs> めまして大学生なんですが相手を見て装備品の購入ってのがなかなか難しいですこうだったらこうっていう最適解かは ないかもしれませんが、どう考えて買ってるのか教えてください。まあ、これ実際回答済みではあるけれども、まあ、よく前からずっと言ってる魔法に対しては、暴毒攻撃速度が速いのに対しては、ま厳しい。えー、っと、まあ、回復回復、例えば、えー、っと、さっき言ったサヤだったりとか、まあ、あとはなんだろう、鉄線だったりとか、まあ、そういう回復、持ちサステインが高いキャラがいるんであれば、 まあ、妨害装置とか、まあ、中級の物理のやつですね、疎外圏あたりを買うっていうのが無難になってくるかなとは思うけれども、まあ、それ以降、それ以外、さっきやった物理がじゃあめちゃめちゃ痛いときどうすればいいかなんて言われても、まあ、ケースバイケースだから、まあ、本当なんとも言えないね。まあ、やってみてとは言っても、痛いのがあるんだったら、やっぱりそれに対して耐性装備は作っていかないと大変なことになるから、まあ、痛い。 何死んだ時何が痛いかっていうのを見てそれに対する、まあ、数値例えば防具なのか魔法防御なのかっていうのを上げた方がいいね非人類の中でどのキャラが一番好きですか良ければ理由も、うん、まあモーバのチャンネルはいいね、うん、理由エロい行くべき集団性のタイミングをつかむのは経験あるのみですよねまあその、まあ、最近ボイチャなくよくやってる時に思うのは その算数だよね。例えば上でトップでじゃあ今自分が当たりに行こうとした時に相手側がボット側に2人見えて自分側は4人ぐらいまあ1人味方が死んでたとしてもこれで当たっても必ず4対3で当たれるっていう状況は作れるわけだよね。っていうような、まあ、マップのただただのその算数をした上でマップが見えてないんだ,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 だとダメだけど全員が見えてる状況であれば人数的優位が必ず作れるような場合では絶対当たった方がいいとは思うね。 いつも動画参考にさせていただいてます。質問ですが、ピックの段階で他のロールが被っている場合、自分が埋めるべきロールの優先度といいますか、かけてはいけないロールありますでしょうか例えば、ボットで MM が2人かぶっていて、トップとジャングルが空いているようなケースがあれば、どちらを選ぶべきかと。まあ、やはり、ジャングルかけたらまずいね。間違いなくジャングルは絶対埋めないといけないロールだと思うけれども、まあ、トップとボットに関しては、まあ、正直今、MM なし構成でも全然大丈夫だから、そこはまあ臨機応変に対応できるけど、ジャングルは は確実に埋めな,いといけないのとあとミッドが明治以外が行くとちょっと魔法が足りなくなって問題が起きちゃう気はするよねまあその辺からまあミッドはやっぱりレンジキャラ埋めてジャングルは誰か埋めるっていうのは必要だと思うクマですか人間です以上いただいた、えー、質問箱の内容及び Twitter のリプですねを一通り返した形です ま、あの、内容が良ければ、またどこかで第2回、第3回とシリーズ化していけたらな、とも思います。ただ、すいません。これやってる時に、あれ、なんか思いのほか普通の質問しか来ないな、と思って、質問箱の設定を見たら、どうやらなんか過激な内容をブロックするみたいな、最初からデフォルトに入ってたので、次回はそれを消してやってみようと思います。良ければ、チャンネル登録、お願いします。